さて今日は御言葉の時に進んでいきたいと思いますが、今朝はただいま司会者に読んでいただきましたマタイによる福音書第27章の32節のお言葉一節だけでございますが、もう一度読ませていただきます。32節、そして彼らが出ていくとシモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに負わせた。イエスの十字架を無理やりに負わせたというところであります。今朝のところは、審判を受けたイエス様が十字架を負わせられて、ピラトの官邸、先週学びましたピラトの官邸に受けるところの審判裁判があったんですが、そのピラトの官邸からゴルゴタといわれる十字架の形状まで出ていくその途中の出来事から神様の恵みを受けたいと思います。でこの道行きといいましょうか、これをカトリック教会ではこのヴィア・ドロローサ、ラテン語ですがヴィア・ドロローサ、悲しみの道といったような意味だと思いますが、そういう名前をつけて14の竜、竜というのは停留所の竜という意味ですが、14の竜、まあ、ステーションですね、14のステーションがそこにあると、こういうわけですね。でその一つ一つの竜は福音書の出来事記事のところと、それからカトリック教会のに伝わっているところの伝承を組み込んだもので14の竜ができているんですが、まあ、毎週金曜日のですね、午後3時になりますとですね、カトリック教会 の、 フランシスコ会というのがあるんですが、そのフランシスコ会の主催で、巡礼の人たちのがそこを練り上げていくというので、大変観光のそれでも有名になっているところであります。私はその3時には参加しませんでしたけれども、まあまあその道行きはですね、今でももうアラブ人のですねこの中見世通りみたいな感じで、お店が両側にたくさんこうあるんですよね。まあ、そんな感じでなんか十字架の道行きにしてはですね、少し賑やかすぎるかなという感じをしないでもありませんでしたけれどもですね、まあ、そういうのがあります。で今朝は、このところの中にその第4のですね、第5の竜ですねになっているところの、にクレネ人のシモンという人がイエス様が疲れ切って十字架を負うことができなくなった、それを代わりにローマの兵士がですね、もうその辺にいたものをもうこの男をですねに十字架を無理やりに負わせたという出来事がここに書いてあるわけですね。で今朝はそのところから、皆さんと共に信仰の歩み、信仰とは何であるかということについて、見たいと思っております。まず第一に見たいことは、クレネ人のですねシモンの夢ということですので、はい、クレネ人シモンの夢ということについて見たいと思っております。シモンというクレネ人をというここにクレネ人シモンという人物が出てまいります。クレネ人というのは、ユダヤ人とは違う人種という意味ではありません、そうではありませんで、クレネというところから来たディアスポラ、ディアスポラというのは外国にいるユダヤ人のことをディアスポラとこう言うんですが、このクレネというところから来たユダヤ人のことです。まあですから私たちは日本人ですよね。でところがですね、この横浜に住んでいる日本人だから横浜人の伊藤とか、あれこの辺の近いですからね、ノバ人の伊藤というのと同じような表現ことだと理解してください。クレネというところから来て、何も物くれないからクレネというのかなと思うかもしれませんが、そういうことではございません。クレネというのはどういうところであるかというと、エジプト、地中海がありますね、のエジプト、北アフリカの左側
であります。左側と地図を見たら左側、西東西南北あれば西の方でありますね。今の国ではリビアの、トリポリというあたりがこのクレネというところです。紀元前3世紀頃、200何十年あたりからですね、ユダヤ人がこの地域にたくさん住むようこのばかりでありませんが、エジプトの方にたくさん住むようになっていて、そこにはユダヤ人がたくさん住んでいたという記録がありますですね。で、このユダヤ人がであるところのシモンは、彼は一つの夢を持っていたんですね。一緒に一度でもいいからエルサレムに行って過ぎ越しの祭りで礼拝をしたいというその夢を持っていたんですね。エルサレムでこれは彼にとっては礼拝をすることは長年の夢で、念入りに計画を立てたのではないかと思いますね。そしてお金もかかるでしょう、これは貯金もしました。そして準備に準備を重ねてエルサレムにやってきたということだと思います。まあ今日のクリスチャンのエルサレム旅行、聖地旅行に似てますね。本当にまあ聖地旅行も金から切りまでありますけれどもですね、本当にしかもそれはそう簡単になお金ではないと思います。やっぱり20万30万40万とかかるでしょうということでありますのは、しかも大体1週間ぐらいし、あるいは長くて10日とかいうくらいなものであろうかと思うんですが、まさにシモンも同じような思いでいたと思うんですね。そして憧れのエルサレムにやってまいりました。彼の心は本当に踊るような喜びの中にいたんではないかと思うんです。で、詩編の、にはですね、都登りの歌というのがありますね。大体120編、詩編全部で150編あるんですが、120編から134編までに都登りの歌というこの表題がついたものがあります。それを読みますとですね、異国に住んでいるイスラエルの人たちがエルサレムに登り、そこで神殿で神を礼拝することがどんなに喜びであるかということが書かれてあります。わかりますね。ちょっと読んでみましょうね。121編、詩編の121編、ページですと1036ページになります。旧約聖書です。1036ページですね、ごめんなさい、1036ページ、だいたい聖書のちょうど真ん中あたりになるでしょうかね。ちょっと見てみましょうね。イスラエルに登る、神を礼拝するためにイスラエルに登る人たちの喜びがどんなものであるかというのを垣間見たいと思いますので、ちょっとここに目を留めてください。121編ですね。下の段から見ましょうか。1036ページにこう書いてあります。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るんだろうかという言葉から始まっております。これどういうことであるか、このエルサレムに向かってやってまいります。そうするとエルサレムの近くにあるところの山が見えてきますね。そしてあ、エルサレムに近いあの山がというような、何という山であるかということはここには書いてありませんので、あの山この山いろいろと想像することはできますが、その山に向かって目を上げる、そうすると自分は神様から守られているという実感がじわじわじわっとですね、エルサレムに近くなりますと、もう心から湧いてくるんですね。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るんだろうか。そして2節を見ますと、私の助けは天地を造られた主から来る。こう神様によって守られている、創造主であるところの神様によって私は守られているという実感、まあその旅の終わりの頃、エルサレムの近くなった頃、本当にいろんな危険も旅路の中には予想された、それを守られてきたという感謝がここに湧いてきますね。
そして、3節を見ますと、主はあなたの足をよろけさず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。本当に私たちの周りを取り囲むようにして、主は、神様は私を守っていてくださったんだという、そういうことをですね。それで5節を見ますと、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、白は日あなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことがない。これは日夜通じて歩いてきたんでしょうね。そして暑い日中、あるいは夜も、あるいは歩いてきたかもしれません。月が高校と照る冷え冷えとした中も歩いてきたかもしれません。でもそんな中を主は守っていてくださったということですね。で7節を見ますと、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今いる常しえまでも守られる。その道中を守ってくださっているということが、ここにひしひしと感じながらエルサレムに向かっている姿を見ることができますね。まあこのような、そして122編の1節まで読んでいきましょうかね。1節と2節まで読みましょう。人々が私にさあ主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだとか。これ一人で行ったんじゃないでしょうね。皆さんで誘い合って行ったんだと思いますね。その時に本当に喜んだ。そして2節を見ますと、エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている。ああ、とうとうエルサレムに着きましたね。そして私はあなたの門のところに立っている。本当にワクワクするような、喜びにあふれているような、そういうこのエルサレムにやってくる時の喜びがここに書かれておりますね。私はね、礼拝っていうのは今日のクリスチャンの礼拝もこれと同じだと思うんです。ああ、今日は日曜日だ、そして今日は礼拝に行くんだという時に、心がもう喜びに、もう教会に来る前からですね、喜びにあふれてる、ワクワクする。そしてですね、ああ、本当に神に出会い、神を礼拝できる。そして神を信じている兄弟姉妹たちと出会い、そしてそこに喜びの交わりができる。なんということだろうか。まあ、皆さんのところがここまで来るためにはどういう道に出くるか分かりませんけれどもですね、しかしどうでしょうか。本当に通い慣れた道、見慣れたところの建物、あるいは隣のそのうちのところからですね、顔を覗かせる今の時でありますれば桃の花が見えるとか、そんなところを一つ一つを楽しみながら教会に来る、その一つ一歩一歩の歩みの中にね、神を礼拝するということの喜びって何と素晴らしいことだろうか。感謝のことだろうか。本当に神様が今も私たちに先週1週間も守ってくださった。そうして新しい年も守られて、神様を信じていくことができるというか、何と嬉しいことなんだというような喜びがね、教会に来るときには本当にあると思いますね。私は今は電車とバスで来ておりますですね。本当に電車のバスに乗るときに、バスのから見えるときにですね、いろんなものが見えます。きれいな富士山が見えるんですよ。私が帰るときのですけども、来るときはそこは通らない、空気とも来ますけどもね、きれいに晴れ上がるときはもう本当に富士山がきれいに見えますね。山に向かって目を上げて、まさにそんな感じでございます。私はね、クレネ人シモンも本当に彼の夢、彼の計画、人生計画、それは本当に期待に満ちたものだったと思うんですね。皆さんにとってもまさに教会に来る時がそんな思いであってほしいな、またそういう計画でありあるようにと願っております。さて、しかしです、次の第2のところに進んでいきたいと思うんですが、強いられた十字架というところです。このところに御言葉は、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに
負わせたという言葉です。十字架を担がせられて刑場に向かうイエス様、それが前の晩から前の先週の日曜日お話ししましたように、前の晩捕らえられて一晩中ですね、審判6回の審判があったんですよね。そしてもうたらい回しのようにしてユダヤ人の側から、そしてこのピラトの側から、あるいはこのヘロデのところから、もう6回もたらい回しにされるようにして、連れ出されました。最後には兵隊たちによって侮辱と鞭打ちと頬を打たれるといったようなことがありました。そうして重い十字架を狙わせられて歩き始めるということです。もうイエス様はそこで倒れてしまった。ところがこの十字架を担いで刑場に向かうイエス様のこの一行といいましょうか、この行列とも言いましょうか、こういったもののにシモンは出くわしたんです。多分最初はね、人がワイ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 群れているっていうところから、何の気はなしに物見高い群衆の一人としてそれを眺めていたのかもしれません。しかしいつの間にかこう前の方に押し出されるようにして前に出てしまったということもあるかもしれない。そこでとんでもないことが彼に起こったですね。目の前にイエス様が倒れました。それを当惑して見ていたところの兵たちは、誰かにこれを運ばせようと思って目の前にいるシモンに目が留まった。兵隊たちはこのシモンに無理やりに十字架を負わせたと書いてあります。ユダヤ人にとってはですね、最も汚れたものの象徴であるのが十字架です。それは十字架は即死ではありませんけれども、死につながるところのものであるからです。ユダヤ人にとって死を意味するもの、あるいは死人、あるいは死骸、人であれ動物であれ、そういうものに触ると身を汚れるというのが彼らの考え方の中にありました。ですからそれを身を清めるためには宗教的なこの何とかルーティンと言いましょうかね、今流行りこのルーティンという言葉がよく言われるようになりましたが、この宗教的なルーティンを経なければ身を清めることができないというのが旧約聖書に書いてあるんですね。だからこれ厄介なんです。ですからこのイエス様の十字架の件にしてもそうなんですけども、イエス様の十字架について、そうして翌日にこのイエス様が死んだ、イエス様の触れたりなんかすると、翌日から杉越の祭りが始まるんですね。その杉越の祭りを守ることができなくなる。だから金曜日のうちにやっちゃえっていうのが彼らの考え方です。ですからそういうような中に十字架を負わせられるということは、彼の計画が頓挫することなんです。これから長年の夢、計画を立て、外国に住んでいるところが本当にそんなにしょっちゅう来られるわけではない。そうしてやっと一年発起と言いましょうか、エルサレムにやってきた。そして翌日はからこの新越の祭りが始まる。神殿に行って礼拝してそこで守りたいというような思いでいた彼が、お前来いと言われて十字架を担がされるということは、これは彼の計画にないものだったわけですね。彼の計画は一頓挫どころか、もう希望も何もついえてしまうということになったと思うんですね。私たちの人生も同じようなことが、これと似たようなことがしばしば起こってまいります。私たちの人生計画、こう行きたい、こう言ったらいいだろう、
そしてそれをずっと実行し、あるいは実行中であるかもしれません。しかし私たちのそれが計画通りに進まないことが何と多いことでしょうか。いや反対に、むしろ悪い方向へと崩れていってしまう、流れていってしまうということが何と多いことだろうか。シモンはまさにそういう経験をしました。彼はたまたま通りかかった道がそういう、まあエルサレムは結構広いわけです。ペテロの、このピラトの官邸からゴルゴタまで行くのはですね、やや北部の方、町の全体の北部の方なんですね。で、まあ地図からでいうとですね、こんな感じでこう流れていくわけですけども、ですから全体から見て一部なんです。そんなに長い距離ではないんです。ですからエルサレムの神殿をもう少し南の方にあるんですね。東の方の南の方に、なんと今のところの場所からと南のいやいや東の方にある。ですから神殿のもっと近くにいたならば、そういうような十字架の道行きに遭遇しなくて済んだ。なんて私は間が悪いんだろうか。あの道さえ行かなかったならば、あの道さえ選ばなかったならば、というようなことがある。これは私の人生にもありますね。2年ほど前でしょうか、教会の帰りにいろんな行事が終わって、そして教会に、当時私は車を運転しておりました。で教会に来て、家のところの真ん前のところの道に家内を降ろしまして、駐車場に枯れてるところがありましたので、そこまでもう道の真ん中ですから、あの町のだから道幅が狭いですから、せいぜい走っても 10キロか15キロぐらいでずっと、はい、その期間を距離は相対してないんですね。200-300メートルぐらいのところですから。で角を曲がりますと子供たちの声が聞こえ、道で遊んでる子供たち、あ、子供がいるんだなとは分かった。でですからそこもう10キロかそれぐらいです。でも子供は自転車で横道からスーッと出てきて、急にカーブしてバーッと前に出てきたんですね。彼は精一杯踏んでました。ですから角をですね、こう膨らんで曲がってきましたので、私のボンネットの上にドーンと自転車ごとに乗り上げてしまったんですね。本来だったならばそんなところで交通事故なんてあるはずがないです。でもたとえ10キロであろうが 10キロであろうが15キロであろうが、私は運転したことには間違いないわけですから。そして子供ですからもうボーボーボーは泣き出しましてですね、まあ膝こそをぶっすりめたような程度のことなんで、まあその事故それは本当にそれではなかったんですが、でも大事を取りまして警察を呼びまして、そして、救急車も呼びまして、もう全てもうこちらの方が 100% まあ悪いんですからということで、まあ子供にお前悪いってわけもいきませんのですから、また引き受けさせていただきました。でもその時に何度かね、家内を置く時に一言気をつけていけよとかね、何とか一言言って3分間遅れたらあの事故はなかったなと思うんですよね。でしょ、3分間遅れたら、一言何か声をかけて3分間何か会話をしてたならば、その瞬間は起きないわけですよね。私たちの人生そういうことありますよね。なぜこの道を選んだろうか。この道さえ通らなかったらばこういうことはなかったはずなのに、なぜあの時にあの時間で出発したのだろう。それがなかったらばそれはなかったのに、というようなことがしばしば起きあります。箴言の19編21節にこういう言葉がありますね。人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがない。私たちの計画、人生計画、こう行きたい、
こうありたい、老後はこういうふうにやりたい、このような最後はついの住処に住んでこういうふうに生きたい、いろんな人生計画を立てます。そしてそれを実行していく、うまくいく時もありましょう。でも思わぬことからそれが崩れていったり挫折していたり、あるいは自分の計画とは違うものが自分の人生の中に侵入するとか乱入するとか、そういうような思いで出てくることがあるかもしれません。今度今3月になりました、4月になりますと、たくさんのフレッシュマンたちが街に見えるようになります。新しく学生服を身にまとったところの学生たち、あるいは大学生となったフレッシュマンたち、あるいは新しい会社に入ったフレッシュマンたち、いろんな人たちがそれぞれ胸を膨らませながらその人生計画を立てていきます。けれどもその人生の中に乱入してくるようにして暴力的にそれを破壊してしまうような課題や問題、課題が私たちにしばしば起こってくる、避けがたい問題、課題です。追いたくない十字架です。私たちは決してそれを歓迎するものではありません。できれば追いたくない十字架ですね。シモンもそうでしょう、追いたくない十字架です。しかし私の人生には強いられた十字架がある。強いられた、強いられて追わなければならない十字架があるということです。これは私の人生にしばしば起こってくる課題であります。さて、それでは第3のポイントに進んでいきたいと思います。しかしそれは強いられた恩寵である。このシモンのことについてマタイが記すところについては今も読み上げたところだけであります。ですからシモンのその後が、その後のシモンがどうなったのかということについてはマタイは何も記しておりません。ややシモンの影が、シモンの後ろ影を少し追いかけてみたいと思います。そのうちのシモンがどうなったのかな、聖書から見ていきたいです。想像ではなくて聖書から見ていきたい。でこの記事と並行記事がマルコによる福音書の、ここにも記されておりますが、マルコによる福音書の15章のところにこのシモンのことについてちょっとだけもう少し詳しく書いているところがありますね。マルコによる福音書の15章の21節でしょうか、はい、21節ですね。ここにも書いてあるところですが、こうちょっとマルコによる福音書の15章の21節を、これは新約聖書101ページになりますね。101ページ、並行記事です。こう書いてあります。マルコはそこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。マタイはただシモン、クレネから来たシモンという、クレネ人シモンという表現でした。ところがマルコはもう少しこのシモンのことを詳しく言ってますね。どういうことを言ってるかというと、アレキサンデルとルポスとの父であるとこう書いてある。だからこのシモンという人には2人の息子さんがいたということが分かりますね。その中で注目したのはルポスという息子のことを注目、心の中に留めておいてください。でね、このマルコによる福音書というのはいつ頃書かれたかというと、この出来事、イエス様が十字架に王になって
道行があった。そこにシモンが来て無理やに追わせられて、この出来事ね、この出来事から約ですよ、大体大雑把に言って約30年ぐらいしてから、このマルコによる福音書というのが書かれているんです。この出来事から30年後に書かれたこのマルコによる福音書は、一番最初誰のために書かれたかということ、今はもちろん聖書はマタイにしてもマルコにしてもルカにしても、それは私たちのために書かれたんですけども、一番最初書かれたというのは誰を目当てにして書かれたかというとね、ローマの教会の人たちのために書かれたんです。最初ね、ローマの人たちのため。お、じゃあちょっとローマ書をちょっと開いてみましょうか。はい、ローマ人への手紙の、16章というところを開いてみたいと思うんですが、13節、ローマ人への手紙っていうのを開いていただきたいと思いますね、ちょっとページ開きましたら申し上げますが、ローマ人への手紙の16章の13節、ページですとですね、315ページですね。もう私が開ける、皆さんが早く開いてるかもしれませんね。315節、ここにね、13節にこういう言葉が書いてあるんですね、主にあって選ばれたルポスによろしくって書いてある。さっき、はい、ルポスという言葉、いや、人物のことを心に留めておいてくださいって申し上げましたね。ルポスとは誰の息子でした？シモンの息子でしたね。そのルポスがここに、ローマ人のために書かれたあのマルコにいる福音書が、このローマ書に手紙を書いているパウロの手紙の中にルポスという人物が出てきている。で、彼は主に選ばれたルポスですから、クリスチャンです。ローマの教会のクリスチャンになっているんですね、ルポスという人物は。その彼によろしくと、パウロは手紙で言ってるんですね。で、もう少し、また彼と私の母によろしくっていう言葉が、あれ？じゃあ、おかしいな。ルポスとパウロは兄弟なのかなと思いやすいんですが、別な兄弟ではないんです。ではなくって、教会にこの私死にある兄弟ですけどね、ここにルポスのお母さんが出てくるということは、シモンの奥さんですよね、が出てくる。はい、以上のことから思うことができますことはどういうことでしょうか。ローマの教会にはルポスという兄弟がいた。そしてそのルポスのお母さんは、まあ婦人会のでメンバーの一人であったんですね。その人は愛に満ちた人であって、パウロにも母のような人であったということです。で、そのルポスというのは、先ほどのお父さんはシモンであったということです。さあ、そこから見えてくることはどういうことでしょうか。シモンとその家族のその後の姿です。シモンはアレキサンデルとルポスという二人の息子がおり、ルポスはローマの教会の会員となっていた。シモンの奥さん、妻はルポスのお母さんでもあった。ローマの教会の婦人会の会員でもあった。ということが見えてまいります。直接、シモンがの姿はここからは見えてはきませんが、どうでしょうか。
シモンはイエス様の十字架を背負ったということから、それをきっかけとして、それを契機としてイエス様を信じるものとなり、そうして彼一人だけではない、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるという言葉があるように、このシモンがイエス様と出会ったことを通して、その家族が、奥さんが救われ、子供たちが救われ、そうしてローマの教会の大切なメンバーの一人一人になっているということがわかります。シモンにとりまして、屈辱の日は栄光の日に変わったんですね。彼にとって屈辱の日は栄光の日と変わりました。シモンがイエス様の十字架を担ったことを境にして、イエス様を信じることに至った。具体的にどういうことなんだろう。聖書はそのことについては書いておりません。でもあらゆる聖書の御言葉から考えてみることができることは、最初彼は本当はあの十字架なんか担いたくなかった。彼にとってはそれは本当に強いられた十字架であって、逃げたかった。でもそれを強いて忘れられた。私の人生も同じことが言えるでしょう。しかし私たちが受けるところの試練とか困難とかというものは、決して私たちがそれを担うことのできないようなものではないと聖書に書いてある。逃れるべき道を神様は備えておられると書いてあります。あれ、逃れるべきを与えられて、そうして十字架を担わないで済んだ道なのか、いえそうではないですね。シモンは十字架を担ったんですよ。イエス様の十字架を担わされた、ゴルゴタまで行ったんですよ。そうしてその後のことも彼は多分見たんでしょうね。それを契機として、彼はイエス様を信じた時に、救いの喜びが彼の心に来た。逃れるべき道も備えていると言われた。逃れるというのは逃げるという道はないで、その十字架の困難からそれを乗り越えて平安に変わっていく道を神様は備えてくださる道。私が耐えることのできないような試練に神様は合わせなさらない。必ずその問題を通して、そこから栄光と変わり、平安と変わっていく道です。でももう一つだけ、一つのポイントだけ申し上げたいと思うんですが、マタイにいる福音書16章、今ロマ書ですが、まあ、テーマはマタイから来てます。マタイにいる福音書の、ですね、16章の24節開いてください。16章ページですと33ページになりますかね。新約聖書のところこう書いてありますね。ちょっと読ませていただきます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさい、という大変有名な言葉があります。私たちも十字架を担っていくんだ。で、
イエス様についていきたいと思う者、イエス様の十字架を担う者とされている者とは、その前に何が必要だろうか。自分を捨てという言葉があります。ここに今朝注目していただきたいと思います。自分を捨てる、イエス様十字架を追うために自分を捨てるとはどういうことかな。自分を捨てる、あるいは自分の今までの生き様ということでもあるかもしれませんね。自分たちはどういうふうにして自分の理想に従って生きてきたか。でもイエス様という十字架の前に立った時に、それを担うところの本当の意味においてイエス様の十字架を担うものとされていった時に、今までの自分に固執してはダメだ。今までの生き様、自分の価値観、自分の自己主張、こういうふうにやってきた、俺はこういうふうにやってきたから今まで人生を戦って勝利してきた、成功してきた。いや、シモンも多分そうだったはずですよ。そうしてその計画の中に彼は飾りのようにしてエルサレムで礼拝するというのも、彼のそういう自分というものの計画の中にあったもの。でもそれを彼は捨てざるを得ないようになった。己を捨てるということ、イエス様に従っていくために時には何が妨げになっているだろうか。私たちの愛する者たちが、家族が時には妨げになっているかもしれない。アブラハムがそうでしたね。アブラハムにとってはもうイサクという子供がもう目の中にも入れても痛くないような存在になった。彼にとって息子が可愛い、誰だって息子が可愛いですよ。それが悪いことじゃない、良い悪いということでは決して悪いことでない。だけどもそれが彼の中心を占め、神様が入る子もゆすらなくなるまで彼の中心を占めたときに、それが彼にとって偶像になってしまった。己を捨てということはそのことでしょうね。自分そのものが、私はもうこれが大切だ、このことが大切、その絆から逃れられない、そのためにその絆がしっかりと自分を捉えているがために前に進むことが妨げられているとするならば、そこを断ち切られていかなければいけない。向きが変わるということ、悔い改めということはね、聖書悪いことをしたから、本当にこのことをした、だからそれを申し訳ない、悔い改めというような意味もありますけれども、本当の意味の悔い改め、聖書が言うこの悔い改めというのは、そういうような個々の罪に対して何か申し訳ませんでしたと言って悔い改めることではなくて、その人生の方向性を、今まで自分はこの道を行った、でもそうではなかった、イエス様に出会った時に反対の道を行くという、向きを変えるというのが本当の意味の悔い改めなんです。これがね、ヘブル語でシューブというんです。エレミアはそう言いました。まことの神に向かってシューブした者よ、あなたが、まことの神から背を向けて修復したものよ、あなた方は自分自身を修復し直しなさい、というのがエレミアのメッセージなんです。イスラエルの人たちが神から離れて、神を背にして自分中心な自分勝手な道を向かった。でもそういうような修復したものを向きを変えて修復しなさいと言われている。これがエレミアのメッセージなの。
己を捨て、神様の恵みの本当の恵みのど真ん中に溜め込んでいくために、いやダメだよって私の背中後ろからですね、後ろ髪を引くような何かがある、それをこう感じていた。前に進めませんね。そうではなくて、私たちは本当にそれを離れていく、己を捨てるというのはそういうこと。そうして十字架を追いなさい。あ、じゃあクリスチャンってのは大変な、そんなことを教えるんですか、家族を大切にしないことを教えるんですか。いいえ、そうではない。シモンのことを考えてごらんなさい。彼はイエス様の十字架を担った時に、本当の意味で木で作られた十字架でだけではない、本当の意味でイエス様の十字架の愛を受け止めた時に彼の人生は変わった。愛の人生に変わっていった。奥さんが救われていった。息子が救われていった。二人の息子さんが救われていった。ね。これがクリニックから来たシモンの十字架を追ったということなんです。誰でも私たちが知られた十字架を前にした時にそれは嫌だと思った。でもそうではない。聖書にはもうそういう中にもイエス様の十字架を担った時にどんなに祝された人生を歩んでいったかという人たちが、先ほど今申し上げましたアブラハムのことを申し上げましたけれども、アブラハムだけではありませんね。ヨセフもそうでしたね。モーセもそうでしたね。ヨシアもそうでした。ダビデもそうでした。エリア、エリシャもそうでした。イザヤ、エレミアもそうでした。みんな、最初はエレミアなんかはね、もう神様、あなたの十字架を胸を私は若すぎます。とてもとても出ないが、そんなことできそうもありません。と言った、あのエレミアに対して、いや、お前は若いなんて言うんじゃないよ。そう言って、神様から負わされた十字架。その途中でも神は時々投げ出したくなるようなことがありましたけれどもですね、もう投げ出したいなと思うような時でも、神の言葉を我が内に燃えてこれを忍びに耐えがたいと言ったのがエミアですね。信仰者というのは、そう、それは何も聖書に書いてる人でも書いてありません。主に従っていったところの者たちもみんなそうです。十字架、それは最初は強いられた十字架でした。強いられた十字架でした。けれども、ああ愛する兄弟姉妹、それはなんと強いられた恩寵に変わってるじゃないですか。強いられた神様の恩寵です。十字架を負うことを避けてはいけません。神様はすべてのことが愛働かせて益としてくださるんです。最後にローマ人への手紙の第8章を見たいと思います。ここに知らせておきました。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召されたということは、クリスチャンになった人々にはためには神が全てを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。人間の目ではそれは益とは見えないようなことであっても、強いられた十字架のように見えても、神によって召されたもののためには神様は働いてくださって全てのことを益としてくださる。先ほども申し上げたこの逃れる道です。益とされた道を、これを発見する、シモンはそれを発見した人だと思います。私たちも本当に私たちの
人生計画にはこれがなければいいのに、これがなぜ私の人生にこの問題が起こるんだろうか、ない方が良かったのに思うことがしばしばありましょう。でもそれを十字架の恵みは恩寵へと変わってくる。ああ、これが恩寵だったんですね。あの十字架は、強いられた十字架は私にとって恩寵だったんですね、恵みだったんですね。それは強いられた恩寵へと変わってくる。今レントの最中でありますが、イエス様の十字架を思いたいと思います。イエス様も強いられた十字架を担いましたけれども、ヘブル人への手紙の12章にはね、こういうふうなことが書かれてありますよ。イエス様のことですが、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめもものともせずに十字架を忍ばれたと、イエス様のこともヘブル人への手紙の12章の2節に記されております。イエス様もそうだったんです。できる方ならばこの杯を私より取りされたまえという、そういうはずのものだった。でもイエス様は何と書いてあるかって、ヘブル人の手紙には喜びのゆえにって書いてありました。イエス様もそこに勝利をお取りになったんですね。私たちのすべてのことに召されたクリスチャンとなった神の愛の中にいる私たちは、救われている者にとりましてはすべてのことを愛働いて益とされている、最善へと導かれているということを思いたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝をいたします。私たちを前に置かれている十字架、時には強いられた十字架のように思い込むしません。けれどもあなたは私たちに必ずや逃れるべき道、そこから平安の道へと変えてくださるお方であり、そして私たちを恩寵への恵みへと導いてくださるお方であることのゆえに感謝をいたします。クネネビとシモンの霊を取りながら、私たちのクリスチャンの恵み歩みをもう一度聖書に照らし合わせながら見させていただいたことに感謝します。イエス様ご自身も十字架を喜びの上にそれを受け取らせていただき、勝利を取らせていただきました。私たちも同じようにして、その恵みへと私たちをあなたを取り込んでいってくださっているがゆえに感謝をいたします。いや、取り込まれているがゆえに感謝をいたします。あなたにあって私のクリスチャンの生涯、本当にあなたにして全てを委ねて歩むものとさせてください。尊い主の御名によってお祈りします。アーメン。